SCP-2326。アイテム番号 SCP-2300。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-2300 の各インスタンスはサイトの特性収容ユニットに個別収容されます。収容ユニットは SCP-2300 と異なる材質でなくてはならず、インスタンスの3体すべてに対して物理、科学的耐性を有している必要があります。放射性の SCP-2300 は適切なシールド処理を施した隔離収容エリアに収容されます。説明 SCP-2300 は98体のインスタンスからなるヒューマノイド、ミニチュア、フィギュアの総称です。各インスタンスは単一の元素で構成されており、対応する原子番号が頭頂部に刻印されています。各 SCP-2300 はこの番号に従って SCP-2300-1-98 に分類されています。SCP-2300 は大気圧や温度に関わらず常に固体であり、通常の固体状態と同様の性質を示します。しかしながら SCP-2300 は物理的に損壊させることが可能で、切り離された部分は通常の融点、凝固点、沸点を示します。必要があれば SCP-2300 はいかなる物体でも消費し、自身の損傷を修復することが可能です。インスタンスの素材と異なる物質は数分後に口の穴から排出されますが、これは多くの場合他の SCP-2300 インスタンスの消費に回されます。SCP-2300 は知性を有していますが、比重の小さい元素で構成されているインスタンスほど高い知的レベルを示します。SCP-2300 は同じ元素周期に属する者同士でしばしば群れを作ります。音声を発することはできませんが、SCP-2300 は英語の音声及び文字を理解します。筆記具を用いたインタビューにより、SCP-2300 は SCP-2300-2-10-18-36-54。86おのおのが属する元素周期に君臨する貴族であると認識していることが明らかになりました。SCP-2300 には最高位の貴族であり第6周期までを滑る君主と認識されていますが、これはしばしば SCP-2300 の中で最も賢い SCP-2300-1 財団による知能指数スコアは132に従います。SCP-2300-87 から98はこの君主に従わず、代わりに SCP-2300-1 から直接教師を受ける修道会に参加しています。これらのインスタンスは瞑想を行っている間は放射性崩壊を起こさなくなることが実験で判明しており、他の放射性インスタンスも修道会に所属することで同様の性質を得られるのではないかと考えられています。SCP-2300 はしばしば自らを損傷させ、課されたタスクを実行するための道具を自身の体から作成します。時には体全体を大きく変形させ、他の SCP-2300 が使用するための道具になることもあります。この場合、損傷を修復するため他の SCP-2300 が強制的に給仕を行う必要があります。口が損傷していて通常の再生が不可能な場合、SCP-2300 は取り除かれた部分を用いて異常なプロセスを経て新たな複製を作成します。新たに作成されたインスタンスは以前の記憶を有しておらず、SCP-2300 の文化や境遇について他のインスタンスから教わる必要があります。SCP-2300 はもっぱら芸術作品の創造に従事しており、完成品はしばしば異常な性質を示します。SCP-2300 は普段小さなグループに分かれていますが、展示会形式の集会を頻繁に開きます。しかし一般的な展示会と異なり、事前のプロセスと言えるものが存在しません。よって、未熟な SCP-2300 はより経験を積んだ SCP-2300 にとっては不十分だと思える物品を披露することとなります。多くのインスタンスから下手だと判定された作品は展示会から速やかに除かれますが、未熟な SCP-2300 の多くが高く評価した作品はしばしば長く展示され続けます。